ここまでのファイナルファンタジー13-2。ホープ君だよね。いや、嫌だよ。必要ない。里はあるべき姿に戻っていた。かつてオルバ教を飲み込もうとしていたうつろな空間は姿を消した。後には小規模な空間の亀裂が残された。亀裂について研究者の意見は分かれた。ゲートの一種だというものもあれば、生成中の時空、未完成の空間ではないかという説も唱えられた。その空間はセラとノエルの小さな同行者にとってもまた縁浅からぬ場所であった。ねえ、モーグリってどこで生まれたの？故郷に家族はいるの？知らないクポ。物心ついた頃から一人だったクポ。わからないんだ。じゃあどうしてバルハラにいたの？それも謎クポ。時の狭間でプラプラしてたら迷い込んだクポ。バルハラではいろいろあったクポ。でもライトニング様に拾われて丸く収まったから何の問題もないクポ。ほう、要するに行き当たりばったりか。羨ましい人生だなクポ。お気楽人生クポ。ここで会ったのも運命よ。記念品を買ってこうよ。再会祈ってちょんちょこりん。
なんていうか中途半端な場所だよな。作りかけて途中でやめた世界、そんな感じだよね。正解クポ。時の迷宮は未完成の空間クポ。よく知ってるな。そういう話誰に習ったんだ。ふるさとで仲間に教わったとか。ねえモーグリ、ふるさとのこと本当に覚えてないの。全然思い出せないクポ。神様のおぼし飯クポ。どうしたモグ、お宝でも見つけたのか。違うクポ、懐かしい匂いがするクポ。ずっと昔どこかで嗅いだ匂いクポ。昔ってお姉ちゃんと出会うよりもっと前。クポ、
そんなに懐かしいってのはひょっとして故郷の匂いじゃないか。この迷宮がモーグリの故郷につながってるとか。考えてみるとよその迷宮でもこの匂いを嗅いだ気がするクポ。それなら他の迷宮も調べてみようよ。あちこちの迷宮を調べてみたらふるさとの手がかりがきっと見つかるよ。今度は女神が微笑むさ。
ならないな。
Cool.